ローレン・ジャクソンことローレン・エリザベス・ジャクソンは、オーストラリアの女子プロバスケットボール選手である。ニューサウスウェールズ州、オルベリー出身。ポジションは、パワーフォワード、センター。身長196センチメートル。オーストラリアの女子バスケットボール史上、最も顕著な実績を上げてきた選手である。共に、バスケットボール選手である両親から生まれ、5歳でバスケを始める。 15歳の時に一流選手の育成機関であるオーストラリア国立スポーツ研究所へ進む。1999年より2006年までキャンベラキャピタルズに所属し4度の優勝に導いた。その後母国を離れ、韓国 WKBL のサムスン生命ビチュミニ移籍。2006から07には MVP を受賞。2007年、スパルタクモスクワリージョンに籍。 2009年に帰国し、フルスキャンベラに復帰。2012年ドンドンオリンピックの開会式では、オーストラリア選手団の騎士を務めた。2013年9月、中国女子バスケットボールリーグのチームと契約し、短期間プレーした。2014年、フルスキャンベラ復帰。2001年のワンバドラフトにて一順目一位指名を、受けしアトルストームに入団。2002年にチームを、 初のプレーオフに導き、2003年には、米国籍以外の選手として、初の MVP を受賞する。2004年にはチームを初優勝に導いた。以降もワンバに在籍するも、2012年を最後に、ハムストリング損傷のためワンバを退く。史上最年少の17歳で、ナショナルチームに選ばれる。2000年には、シドニー五輪で銀メダルを獲得。 2004年のアテネ五輪でも2大会連続となる銀メダルを獲得。2006年世界選手権ではオーストラリアの初優勝に貢献した。2016年3月31日現役引退を表明。2020年女子バスケットボール殿堂入り。ありがとうございます。